皆さんこんにちは。今回はこのチェックメイトオーダーっていうのを引いていこうと思います。このオーダーマジで引くかどうか悩んだんです。すっごくステップ3までしかなくて、このユイがすごくいいのでこれどうしても欲しいんですよね。だから引くんですけど、まあこういうエギルとか、あのボヘミアンペイントアルゴみたいなあのバフ効果があるし、これが出てもすごく嬉しいんですけど、まあパワーライズもあるしと、まあ、これもいいしなんですけど、俺パワーライズ4持ってないので、覚醒ステップアップオーダー来るまでちょっと待ってようかと思ったんですけど、まあ覚醒ステップアップオーダーもパワーライズ4が来るっていう保証がないので、まあ、覚醒は引けるよねっていう感じなんで、でもこれはもう今しか引けないということで、まあ欲しいので、まあこれ引こうっていう感じですね。このブリリアントオーダーにパワーライズ4とか入ってたら引いてたかもしんないですね、こっち。まあ、この動画撮ってる時点だとこれが来てるので、ちょっとこれ引いていこうかと思います。第1打目、まあ、これくらいが普通ですよね。ステップ1はまあ基本こういう感じ、まあ、最低でも1周していこうかと思うので、とりあえずステップ2行きます。はいはいはい、なんステップ2をなんでこ、はい、次、ステップ3引きます。ステップ3、ステップ3、こい、ステップ3、こい、ステップ3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 、こい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 、うっ、うっ、いいスキルや。いいスキルや。これめっちゃいいスキルや。これめっちゃいいスキルや。いいじゃん、これ。なにこれ。軽快なホブ、軽快な何ホブ、ボブ、ホブ、な何これ、何なんだよこれ、はは、なリフュージファイヤー、いやダーヒー属性だからまあリーパーに使えるけど、ステップ3まで回して星4これしか出ないって、まあれ軽快なホブって片手コン、片手コンのモッドでしょ。だってこれリーパー使えるって言ってもこれ片手コンでしょ。俺そ片手コンで化け物みたいなダメージ出せないぞマジ。え、嘘だろ。なんかこれ動画的にあれなんで無料オーダーも引いておくから、とりあえずこれでなんかいいの当たったら、なんか持ってるよ盾傷、持ってる、めっちゃ引きいいけどさ、持ってんだよ。ついでにまあこれ一回引くか。まあこれはどうせ当たんねえだろ。当たんねえ当たんねえ。わーい、盾傷が結界突破したぞ。わー、やったー、威力上がる。イエーイイエーイ。ご視聴あざした。